皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、最後は諦めない人が勝つということについてお伝えしていきたいと思います。例えばですね、夢を叶えることができる人ってどういう人なんですか、成功することができる人ってどういう人なんですかという、ね、質問をしたときに、大概うまくいってる人って同じような答えを言います。結局諦めないで継続してやり続けた人が最後は成功するみたいな話です。諦めないんですよね、うまくいく人って。10年経とうが20年経とうが、そしてやり続けるから結果もううまくいくしかないんですよ、それって。だけれども大抵うまくいかない人の共通する思考は、ちょっとチャレンジしてうまくいかなかったらもうそれでやめてしまうんですよね。でそれの繰り返しなんですよ。で結局ですね、それをやっていると、そのうまくいかないっていうことをね、繰り返してやっていると全部やっぱうまくいかないんですよ。全部諦めてるから、もうだからなんていうんですかね、諦め癖がついちゃってるっていうか、全てのことが中途半端に終わります。これ教室集客のノウハウを学んでるノウハウジプシーの方も同じような現象が現れてて、どのノウハウもですね、ものすごく頑張ったら大抵成果が出るようにできてるんですよ。だけどものすごく突きつけめるところまで頑張らないで大抵やめちゃうからうまくいかなくて、でこれうまくいかなかったから、じゃあ今度これをやったらうまくいくんじゃないかって言って、いろんなことをやる、そのジプシーになっちゃうんですよね。だから一個でいいから諦めないでやり続ける、そしてこう成功体験っていうものを一個は手に入れてほしいなっていうふうに思うんですよね。私がクライアントさんのコンサルに一番最初について何を目指してまずコンサルをやるかっていうと、小さな成功体験を身につけてもらうこと、これをやっぱり最初に、やってほしいとこなんですよね。で一人だとできないことも一緒にやればできるっていうケースあるじゃないですか。私がアドバイスをして諦めそうになったら、いや今はやり時、最後まで頑張ろうとかって言ったら、頑張ったらその先が見えたらいいじゃないですか。だから諦めないっていうことを、考えて動いてみると、一つでいいので何かやりきったっていうものをね、作るとその後の人生非常に骨太な強いものになっていくので、諦めないでね、一つ何かを成功させてみようっていうことをぜひトライしてみていただけるといいかなっていうふうに思ってます。それでは